じゃがいも、人参、玉ねぎ、そして 20% の肉、それと絶品カレー中辛、今日はカレーライスです。で、ひーちゃんはこれがいいらしいです。ラーメン、カレーとラーメン。中辛カレー、え、ひーちゃん電気入れて言ってたじゃん。入れてて、言ってないよ。中辛カレー言ってないのに。いや、パパ聞いたよ、だってさっきネギ入れてって言ったじゃん。言ってない、卵はって言ったから。いや、卵の前のネギ熱い。うん、パパ、でもさ、5回ぐらい卵外に落としたじゃん。うん、そう、めっちゃ落としたじゃ。滑るの、車が壊れたらこの上も。何個クリスマスまで。本当だ。え、でもそれクリスマス関係ないでしょ。うん、ハロウィンのやつね。ハロウィンのやつ、ここにハロウィンまだあんだけど。そうだ、ハロウィンのまだ置いてある。じゃじゃーん、今年は始まりました。今年も始まりました。除雪です。寒い。見えますか、この、見えますか、この白い歯は。今除雪の作業中で、膝の怪我はですね、まあ、膝の調子はなかなか良好で、広瀬良子みたいな、まあ、そんな感じでございます。とりあえずもうちょっと頑張っていきます。ということで言うとね、ただただ寒い。きー、むっちゃ降ってる。やっと終わった。しかもまだ降ってるし。おはようございます。ひーちゃんを送って家帰って準備して、これから打ち合わせです。よいしょ。
お腹が空いたのでこちらを食べます。今日は照り焼きチキンと卵サンドです。入れる？え、待って、めっちゃ雪だって。めっちゃめっちゃ深いってそこ。雪入っちゃうって。入れる？いや、めっちゃ雪そこ。ほらほら、めちゃめちゃ、うわすごい雪。そこすごいでしょ。30センチぐらい積もってる。そこ少しついた。車の中あったかいでしょ。もう温めといた車の中ポッカポカです。あったかい。このお湯あったかい。なんかここにお湯入ってた。まず水でね、お湯で木を取りますよ。木を取る。あれ、ひーちゃん、椅子のとこもいいんじゃん。倒れんじゃん。顔取れるよ。おお湯入れとくか。お湯入れたらは、筋肉マンのやつ。そうあの、なんだっけ、プロテイン。そう、プロテイン。そう、これ飲んで息が筋肉マン。でも一見中学生だからプロテインとかさ、まだまだなんじゃない？え、高校生か大学生かぐらい飲まないんじゃない？中学生でもいいんだよ。高校生とかでも飲めるよ。そう、高校生でも飲める。この手のところ、昨日の余ったキャベツとピーマン、人参で焼きそばを作ります。え、かじった？じゃじゃーん、パパ特製焼きそばと、ね、パパ明日は、ね、餃子はちょっと失敗。うん、明日燃やせるゴミ。あと、いつも見てんの？うん、いつも見てない。え、なんでわかんない？はい、今日の雪めっちゃ雨で重たいんだけど、何のゲームしてんの？ YouTube だよ。 YouTube 見てんの？お腹が空いた。早くご飯が炊けないかな。焼きそば美味しい。テテ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 。何の子がズボンなの？そう、来た。え、ヒーター開けたっすよ今。うん、あ、じゃあ鍵開けたな。来た来た来た。お腹が空いた。え、じゃあ友達帰ったら一回食べる。お昼ご飯はカレーと指どの指なの？これ、つまみたい。あ、みんな、うん、指つまみたい。ここ指じゃない。ちょっとつまみたいなの、うん、ちょっと指に見えるこのウインナーカレーとスープです。うわ、一気の方に吹かないで、死ぬ一気が。ひっついちゃう。だって丸焦げになったんだけど。じゃあ焦がさないと美味しくないよ、ほら。よし、焦げにして、周りを見て。ひっついちゃう、近づけたら危ない。あ、ひっついおいんじゃない。食べてマシュマロも、うん、え、熱いの？あうまい。うわ、
結構あ、出したね。真ん中にしよう。え、これ？うん。これ何味？これメープル。え、これ。これミルクチョコ。これうまそう。あ、あ、これがオーブン。もう切れてた。三宝六。北海道名物です。あ、これも美味しそう。コーヒー。メープル。両段。一等両段。じゃあこれ三宝六。一等両段。はい。フォーク。入ってる。パパのホットモット。おかずだけです。みんななんか人の指みたいになってる。なんか。ん？え、人の指なんて。もう早く買わんと。もう5時だよ。5時？いただきます。パパのね、朝の眠りだね。なんか。夢みたいだった。なんで本当じゃん。それ、カレー食べてもなんか血の味したの。おかずとご飯食べるのって日本しかできないらしいよ。でも絶対外国だったらなんか味混ざってなんか変な味するらしい。あ、でも同じです。外国人です。外国人じゃん。赤い、え、出て、なんだこれ、バチ踏んだ。よし、行こう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 、すごい。バイバイ、ひーちゃん。